高鐘楼指定称庄司北区師匠第1回昭和58年8月20日信州塩尻無料寺にて収録。庄司北区師匠女庄司北区師匠女誰でも生理的本能として死にたくはなし。死が来れば本能的に逃れたい思いのあるのは当たり前。だからといって借金取りから逃げ回って、その間に利息が重なりいよいよ苦しくなるようなことは愚かなこと。生理的に生じする人間として生じが一体どういうことなのかはっきり見つめ生じの態度を決めておきたい。生理的苦痛は致し方ないとしても死に臨んで奈落の底に落ちていくような思い迷いだけはなしにしておきたい。そして大事なことは各生死を欠場していかに生きるかである。以下はその生死のこと。今からそのあえてね死ぬっていうことを取り上げてそのお話ししようと思っているんですが、そのただしねこの死ぬっていうことを取り上げたからって言ってその一番大事なことをね今ここに読んだように大事なことは各生死を欠場していかに生きるかであるってことね。でその点ねみんな死ぬっていうことをね、感情に入れてなくそれだもんだからね生きるっていうことが非常に狂ってくるところがあるんだと思う。私のね知ってるその大きな電気会社の社長さんこの人は若い時から金儲けが何より一番大事って。それでもって何もそのえげつないことして金儲けしようっていうんじゃない。ただその人一倍働いてだね。そして金儲けしようって。こうしてまあ本店も支店もあるそのたくさんの社員たちをね叱咤激励してで自ら奮闘努力してそれでまあ金儲けに先進してきたわけ。ところがこのねその社長さんがだねかねてからその尊敬しているある財閥のねまあ実業家だ、この社長さんが尊敬するんだからこの大実業家もねその金儲けが一番大切って言ってそれでまあやっぱりこの奮闘してる人だ。その大実業家がねぽっくりね膨大になるその財産を残してぽっくり死んじゃったんだ。そうしたところが途端にねまあ急に死んじゃったからこの財産の行方はっきり決めてなかったもんだからね。で5人ある子供たちがわっとこう死骸に群がるカラスのようにだねわっと集まってそして取り合いが始まったわけだ。ところがその取り合いでもって話し合いがつく程度ならいいんだけどとうとう裁判沙汰になっちゃう。それで3回忌の法事にもそれから7回忌の法事にもね
とうとう兄弟たちが一緒になって法事しないっちゅうね事態になったんだね。それを目の当たりに見てね、その電気会社の社長さんね、俺の尊敬するあの大実業家の一生は一体何であっただろうって、まあ考えたわけだね。そしてと同時に俺の金儲け金儲けっていう人生観ね、もうこれで果たしていいんだろうかって、まあそこで初めて考えたっていうね。その確かにね、誰でもね自分の死を取り上げるっていうことによって、この自分の人生観それから生きる態度っていうのがね見直され、そして決められるところがあっていいんだと。それを普通はね、その自分の死っていうことを計算に入れないから、それで大体みんな、ま、狂ってるもの。で、私が今ね、あえてね、死っていうことを取り上げるのはね、決してね、衛生観を言うためじゃない。今でもこの間も藤原新一っていう人のその東洋街道っていうのがね、ちっちゃな本読んでみたら、そのチベットの方じゃまだその昔の、あれですね、少女仏教の坊さんがいるらしいね。本当に山の奥の山の奥だ。そこにね、僧院があって、そこでもって何するかって、ただお経だけ、唱えてて、そしてそこに十四五人がいるらしいけどね。それでお経だけ唱えて死ぬの待ってるって。私がね今死ぬっていうのを取り上げるの、そんなねあれじゃない。もっとね、本当の意味で生き生きしろっていうね、そういう話なんです。大体ね、我々の生命っていうのは、あれでしょ、生命っていうのはね、これは生と死とっていうのがあって初めて生命なの。それに対して今普通考えたらみんな生存だ、いかに生存するかっていうね、それでみんな生存しようと思ってるから生存競争で、生存競争ばっかりで生きてるわけだね。ところがね、このだから生命っていうのは生の生にはその死が裏打ちされてるっていう、死が裏打ちされていて初めて生き生きするところもある。まあ早い話があれですね、お茶のお茶碗なんて言ってもね、あれ砕けるっていうね可能性があればこそね、あれがまあそういう儚さを裏側に持ってればこそまた大事にするっていうところがあるわけ。それの丈夫ならいいってね、死な何しろ死なない方がいいって言うんだったら、みんな鉄のお茶碗ですよ。あるいは何ていうか、この頃の何ていうか、プラスティック、プラスティックね、プラスティックにすりゃいいんだ。ところがやっぱりプラスチックやその鉄のお茶碗よりはやっぱり瀬戸物のお茶碗のねいいのがいいってことになる。どういうことか、やっぱりそこに、儚いっていう裏側があるっていうところにね、その大事にしようっていう、それでそれと同じだ、生存だけ見てるっていうならね、これ、香港フラワーね、あれだったら死なないもん、あれがいいっていうね。ところが今の人たちみんな香港フラワーだ、だから香港フラワーばっかりだからね、だから一旦ちょっと薄汚れるとあれでしょ、
みんな捨てられるじゃない。それでおじいちゃん今日も一日粗大ごみそんなねことになっちゃう。それでそうじゃない、その本当にその死っていうものを計算して生きるっていうこと、それで初めて生き生きしていく。でそれっていうのはなぜかっていうとね、その死ぬっていうことが計算されていないところではね、そのくだらないものをね価値あるもんだと。そして本当に価値ある価値としなければならないものをその知らないでいるっていう、そういうことができてくるんだ。だから生存と生命じゃそれだけ違ってくるんだ。はい、話が今のね、あの間自分じゃ生き生きしてるつもりで、はい、でせっせと金儲けしてても、だけどそれは何のことはない、惰性でねもがきたくってるっていうんでしかないってことか。それでどうしても本当の意味で生き生きしようと思ったら、生存地盤だけでなくして生命地盤からこのあれですね、直試して生きてもらう。やっぱりその直試っていうことは大切ね。地盤軟弱のその埋め立て地なんていうところで建てたうちっていうと、ちょっと地震があるとグワグワってひっくり返るじゃない。その点にそういうところではやっぱりなんていうか、あの太い杭をたくさん打ち込んで建てたうちの方がやっぱり丈夫でしょ。そういうことだ。でこういうことね、あのちょっとさ考えられる、誰だって分かることだと私は思うんだけれど、それをね今の世間の人たちはちっとも考えないでそうして生きてるっていうのは私には不思議だ、本当に不思議だと。で世間の人っていうのは死ぬ、あんなこと分かるもんかい、何しろ生きることは大切だって言ってるね。それで生存競争ばっかりやってるわけ。そんな人がたまたまこの頃どうも体の調子おかしいって言ってお医者さんに見てもらったら、あんたわかんだ、あと半年の命だって言われちゃったら、あんたそれこそ奈落の底へ真っ逆さまの思いするじゃない。ところが今はねその皆さんの、まあ不吉のことを言うようだけど、皆さんのうちだってのいつ誰がねそのあたあかんだってね、あのまあ今の医者は言わないけれど、でもあのそういうことはあり得るんだ。その点私は利口だったなんて言ってもね、あの中学の3年自分からあの死ぬっていうのはどういうことかって言ってね考え始めた。あの私はね、小さいあの幼名をね内山秀夫って言ったねだからあの秀ちゃんって、だから秀ちゃんだからね、秀吉にね豊臣秀吉に非常に親しみ小さい時から感じてた。おいでその、その秀吉が天下取ってるんだって言うんでさ、まあバカに気よくしてたね。ところが中学3年頃から価値観が変わった。秀吉はバカの典型みたいな男だって考えが変わったもん。なじろさ一生懸命ねそのあれ天下取って、そして淀君にうつつ抜かして、そしてちっちゃなねあの、ま、孫が賢みたいなその秀頼を産んで、そしてそれをたぬき親父ともう話は顔を見あの肖像が見たってわかるね、たぬき親父みたいな、家康にですね、それで秀頼の
わしの死後は秀頼をよろしく頼むって言って、それで血判まで取ったっていうね、これはバカな提携ですよ。それでね、そういうね、その一生やってきたことが全くね、不意になるっていうのは、こんなバカなことはないと。それで私は一体の死ぬってことはどういうことか、死ぬっていう地盤から地固めして生きようって、だから人は何のために生きなきゃならないのかっていうね、私の問いはそこからなんです。それでところがね、死ぬってことはどういうことかで、差し当たりその中学の先生で倫理とかね、社会あれだ、その頃は修士って教えてる先生にとって、それだとか剣道の先生っていうのは、まあ、精神主義みたいなのがいかにも堂々として生きてるみたいな感じだ、あ、まあそういう先生に聞いてみた。そしたらそういう先生たちはいかに私の問いをはぐらかすかっていうだけでもって、それで全く失望した。それから私うちに帰ってきて、その不満をですね、親父やおふくろに言った。そしたら親父がね、言うのに、そんなことは中学の教師にわかるもんだ、いや私の親父は本当に自分の子供を学校に入れてながら学校の教師をバカにしてだから私はそういう女だ。それでそういう、そういうね、人生のことはどうしてもね、仏教を勉強しなきゃダメだ、まあ仏教を勉強しなさい、そう言った。それと同時にね、あれ私が中学の3年か4年のね、正月だったんだから、だから昭和3年か4年の頃です。その時の書き初めやるって親父がね言って、それでお前も書き初めしろって、それで私も何か書いたけど、親父はその時にあれですね、まれ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 て生の初めに暮らく、死に死に死に死んで死の終わりに暮らし、これはね、弘法大師のね、秘蔵法訳っていう本がある。その秘蔵法訳の初めの言にね、その弘法大師っていうのはまあやっぱり美しいね、詩を作る人なんですね。悠々たり悠々たり、はなはな悠々たり、ヨーヨータリヨーヨータリ、ハナハナヨーヨータリっていうね、さあそういうとこから始まってた。そして最後に、まれ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 て生の初めに暮らく、死に死に死に死んで死の終わりに暮らし、その芸なの。それをまあ親父が書いて、そして私にくれたわけだね。で今にして思うとだ、親父も若い頃その人生っていうものをね、悩んだんだと思う。しかしながらその後それをとうとう追求 しきらないで、世当たりの方にね追われちゃってきたんだと思うんですね。それでそれに対して私がまあ同じような問題を持つもんだから、でこれはまあ仏教を勉強したらいいというんで、私にそういうことを、まあ、託したんじゃないかっていうねことを今にして思うとそう思う。いや私はね、親父にね、あえて子供さえ産んでなきゃ尊敬できる人間だと思ってだけど子供産んだだけは失敗だったねそんなことでですね、私はその頃から、仏教に関心を持ち始めた。でまた同時に、
東京の本郷だったもんで、そばに帝大仏教青年会館っていうのがあったし、でそこに毎週土曜か日曜かにね講演会がいつもあった。でまあそういうのに通ったし、で、森江書店とかね、三希望とかっていうね、あれですね、仏教の本屋、大遊郭もあった。でまあ仏教の本屋も覗いちゃうね、いろんな本買ってきて、で仏教の勉強も始めた。ところがね、仏教っていうのね、勉強なんかしてみると結局ね、菩提とか涅槃とか、般若だとか空だとか無上小等学だとかって言ってね、そういう仏教術語ばっかりでしょ。それで私の人生とちっとも関係ない。それから真宗の説教にも通った。だけどこれは真宗の説教は阿弥陀さんっていう他人の話だ。それからキリスト教行ってもこれもイエス様っていう他人の話で、私の人生と関係ない。アダムとエヴァが生まれて堕胎してですね、そのために我々罪を負ってるって言ったって、アダムっていう他人がどうして俺が責任持たないかとかそういうふうに考えるもん。それでその点他人のばっかり話ばっかり。それから座禅にも通ったね。でそして天龍寺、中学時代に天龍寺に、京都の天龍寺にね、ひと夏置いてもらったこともあったし、だから早稲田入ってから鎌倉の円覚寺の小辞林の世親にも参加したことがある。ところがそういう話聞いてると、どうしても活念逮捕っていうね話であってですね、これも私の人生とちっとも関係ない。そんなことでですね、私はそれから十何年かね、まあいろいろ遍歴した挙句だ。で結局の話、道元禅師の道元門下の沢木老師ついてね、それで出家得度して、まあとうとう坊主になっちゃった。それで、道元禅師の教えられる座禅に、まあ、打ち込んで、それからまあ考えてみりゃ42年経ってるんだ。それだから前後まあ五十数年はそんなことであれしたんだけれど、それでもね、その間に私の場合、一途にね、人生っていうの、私の人生問題、それを追求してきたことだけは全く一途だった。そうしてなんとかそういう自分の人生を本当にね、誰にでも分かるような言葉で書きたいっていうようなつもりで、まあいくつかの本をね今までにも書いてきてるんだけど、だけどようやくとね、今ねギリギリのところ、生じっていうことはこういうことなんだっていうねことを一本に絞り上げて、そしてねだから人生ってものはどういうもんなんだということを問う問題にする人たちにね、今少なくともできるだけ分かりやすく、そして、簡単に、しかもただで差し上げられるような印刷物にしたいという、
言うんで書いたのが今のこの庄司ホック師匠なんですよ。で、だからね、これこの庄司ホック師匠っていうの、まあ私の過去50数年の愚道生活のいわば総決算のつもりなんだけど、しかしこれはね、決してね、私の考えを書いたもんじゃないんだ。で、そうじゃなくって、実はね、この私が長年の座禅修行生活を通して、味わってきたその仏教の経典の言葉で、その中で極意の極意のね、言葉だけを拾い上げて、そしてそれにいささか私が宙に入れたという そういうつもりで書いた。というのはね、どういうことかというと、本当はこのね、庄司ホック師匠ね、ここに大きな字で書いてあるのはね、これがいかにもあれみたいだけど、これはまあ私の下手な人も言えないしだ。大切なのはね、この天庫並びに中っていうところなんだ。でこの天庫並びに中って、この天庫となる言葉が本当にね、仏教としての極意の極意の言葉だと私は思うんだ。でところがね、これまあ読んだからって言ってわからないといけないから、で皆さんがこれを味わうのにね、少しでも役に立つような話をね、まあ今ここでして、まあこれも今の話をちっちゃなまあ、印刷物にでもして、そしてまあこれもできるだけは安くね、皆さんに配りたいというのは、そういう願いを持ってるわけです。でさてね、今この庄司ホック師匠所の誰でも生理的本能として死にたくはなしって以下のとこね、今私はね、この7月でね、満71歳になった。それで70になってみてね、つくづく思うのに、今の時代の70代の人っちゅうのね、これは微妙なね、年齢なんだと思うね。いわば妙齢だ。それっていうのはね、昔ならね、七十ってはこぎだ、古来まれっていうのでね、もうめったに生きちゃいない。ところが今七十っていうのはざらに生きてる。しかもね、自分自身で七十になってみてね、まだ老人みたいな気持ちはしないって言われるのね。それで老人って言われるのに抵抗を感じてさ、そしてなんだあれだね、電車の中で席譲られると文句言うやつバカいるって言ったから、もうバカなやつだ、そらありがとうって言ってね、座ったらいいの。そこまで抵抗する世代なんだ、年代なんだね。そして自ら老年っていう言葉は抵抗を感じるんで、熟年って言ってところがこれあと10年経って80になったら、これはもう言うまでもなく老年だ。そうするとあとこの10年の間ね、なんとかあれだ、死ぬことを忘れようって。それで仲間同士集まってさ、同級会、今平和な時代だから、いろんな同級会っていうのは、古い同級会があるもんね。それから、趣味の会とか、それから旅行会とかって言ってね、そしてたくさんそういう年代が集まって、年取ってからね、海外まで出かけるのは無駄だよ。
本当にね、その若い人に海外行かせるなら今後の世界 の、 あの世界的視野を持たせるっていう意味で意味があるけど、年取ってね、70過ぎてるやつがその海外行って何も言葉喋れないでさ、自信ずんまれって買い飛ばしてんだから、そんなバカなことね。で、それでもね、死ぬことが忘れられないもんね、念頭に浮かぶじゃない。それでみんなそういうその仲間同士スクラム組んで死ぬな死ぬなって規制を上げて声かけ合ってる。ところがこれ私考えるのに、あと10年の間に70代の人が80になるまでにね、半分になるんじゃないかと思う。その死ぬな死ぬなって言ってるとこからゴボッゴボッゴボ抜きになるあれね、いやそれがそれそのゴボ抜きは私自身が入ってくるしでもね、そうやって死んだ死んだっていう時に仲間同士ゴボッゴボッってね、ゴボ抜きになったらいよいよ寂しいんじゃないかと。でこれはね、大体もっとね積極的に死ぬとは何かってこう見据えるところがなくちゃダメだ。そしてね、その死ぬことぐるみ生きるっていうね、そういうつもりで見据えるっていうところはなくちゃなんないだと思う。大体ね、死ぬことをできるだけ蓋して、そしていや大正時代はね、その死ぬっていう言葉が一言葉でも出てくると縁起でもね、やめやめ、それで火打ち石持ってこい、カチカチってやって、それで切り火を打って話打ち切るわけだ。ところがね、今の人はその点薄情になってくから、人が死ぬのはもうこれ派手にやってくれた方が面白いさ、それであれでしょ、毎日テレビではまあ派手に切ったあったって言ってね、あれだ、一日のうちに何十人って死んでんじゃない。ところが自分の死ぬっていうことはね、今死ぬってことは自分の死ぬってことだ。で自分の死ぬってことに対しては全く怯えきってる。これはね、私20世紀っていうのはね、生存ボケの時代だと思う。で生存ボケしてるっていうことがね、その20世紀の悲劇だと思う。でそれだけをね、私は同時大臣に本当にそれこそ選挙の拡声器よりもっと大きな上等なやつが買って、それで生存ボケはいけませんっていうのを宣伝したいつもりが、その点、その一時代前まではね、その死ぬっていうことはね、仏教では仏様になる、それからキリスト教では神に召される、つまりね、生存だけに価値を置いたんじゃなくして、死ぬっていうことは死ぬっていうことなりにね、その神や仏を通して価値を見ていたわけですね。もっと根本的に言えば、神仏っていうのは絶対価値だ、そしてその神仏から授かった生児だから、だから絶対価値の中の生児として自分の生児を見ていたわけですね
きるっていうこともね、今のように生存競争一本に絞られてんじゃなくして、そうでない、もっとその神仏から授かった本来の生命力で生きると、そういう生き方を一時代前まではしてきてる。ところが、この20世紀に入ったらもう全くね、その、神や仏っていうのは迷信だっていうんです。私は無宗教ですっていう、得意になって言うバカよね、私はバカですって言ってる代わりだと私は思う。それでね、そして神や仏を否定して、そして生存競争をやってるっていう、それが大した時代だと思ってる。ところがその反面ね、死ぬっていうので、自分が死ぬっていう段になったら、それこそ暗黒不安恐怖の真っ逆さまに落っこってくわけだ。それが奈落の底に落っこってくる。その点はね、一時代前のその仏教徒、キリスト教徒いうのみんなね、そういう思いはしなかったに違いないわ。仏さんになったんだし、神に召されたんだし。で、とにかくね、間違いのないことは、生存だけに価値を置いてですね、そして死っていうのは無価値。木価値としてくれば来るほどだ。今度自分が死ぬっていう場合には、無限の深淵の中に真っ逆さまに落っこっていくっていうね、思いするのはこれ当たり前でしょ。皆さん誰が考えてもそうだと思うよ。それで本当にね、本当の意味で花も実もある人生っていうのはね、これはその本当に死も裏側に持ってるその生ですね。それで初めて生き生きするの。ほんでない、そのプラスチック、それか香港フラワーね、あ、そんなのは花も実もあるって言えないじゃない。それこそおじいちゃん、今日も一日粗大ごみになっちゃうわけで。ところがね、ここで間違っちゃならないことは、じゃあ死ぬって生じっていうことがどういうことかって分かったらね、死ぬ時の苦しみが全くなくなるかっていうと、そんなバカなことはない。俺大体ね、生きたり死んだりっていうのはあれでしょ、生理的な話だ。で、生死問題っていうのはね、これは生死の本質の話なんだよね。だから生理的苦痛っていうのと、それから生死の本質っていうのは、これ全く別問題です。それじゃあね、死ぬってことが分かっても分かんなくても同じかっていうと、そうでもないね。大体死ぬ時に大苦しみするっていうのはね、その生理的苦痛だけじゃなくして、心理的恐怖がそこに掛け合わされるから、だからこれは 何倍にも何十倍にもなるんじゃないかと私は思う。で、だからね、生存だけに価値を置いて、で死ぬっていうことはもう僕価値無価値とこう決め込んで、だからえげつないことをして、自分の生存欲のためにね、多くの人を
虐げ傷つけてきたっていうような人が死ぬ段になったらね、これは大苦しみするのは当たり前だと思う。これ物だってこれあの低いとこから落ちるなら大したことはないけど、高いとこからバーンってやったらその衝撃は大きいでしょ。これは当たり前だ。それに対してさ、そのお人がよくってさ、それで気が弱くって、でみんなからいじめられたり虐げられてきた人がいざ死ぬっていう段になったら、ああやれやれ俺の一生もこれで終わるって、ね、今度は反対に浮かび上がるそういうね、そういうことをね、仏教では因果応報っていうんだ。ところがね、今の時代はそういう個人的な因果応報だけじゃないんだ。今の時代は生存ボケの時代でしょ。全てが生存ボケしてる。お医者さんまで生存ボケしてる。だからこれまた問題だ。例えば医療一つでも、その今のような生存ボケ時代ではお医者さんはね、1分でも1秒でもその息させてりゃ俺の腕と思ってる。ところがあった、そのために点滴をやったり人工呼吸をやったり、それから強心剤を打ったりって言うんだよ。こうしてまあ1分でも1秒でも生かしてると病人自身にとってはね、これその生きた分だけは大苦しみしないから。お医者さんはさ、その点は苦しみを患者持ち長く引っ張っただけは俺の得と思ってだからこれもそうなってくるとね、これ個人的因果応報だけじゃなくて、今生存ボケ時代中時代そのものの因果応報も働いてくるわね。それで私は思うんだ、今のお医者さんのやってることはね、20世紀の野蛮行為として、きっと長く後世にね記録されると思う。間違いない。例えばね、中世の頃ね、精神異常の人っていうのはね、悪魔に乗り移られたっていうね、そしてこの人をねあれするために、その水漬けにしたりね、拷問にかけたり、それをまたやる人がね、大きなその仮面をかぶってね、角のある仮面だとか、まあ見るからに薄気の悪い仮面をかぶってね、そしてそういう拷問や水漬けしたわけだね。今の時代に見てください。その中世時代はこういう野蛮行為をしたんだって言ってね、ちゃんと残ってるもん。それと同じように今のお医者さんがやってる、いやこの中にもお医者さんたくさんいたろうけどそのね、今のお医者さんのやっている行為は後世に長く記録されてしまう。その点ね、大切なのは今のお医者さんの頭ぐるみね、生存ボケをなんとか解消しなきゃ。これはね、陸先生が言うように生存の医学でなくして生命の医学でなきゃならないって伊福先生がねいつも言ってるけど、私もそう思う。でとにかくまあ我々そのあれですね、生理的に生じする限りね、だからなるべく楽に死にたいと思うの、これは当たり前なんだけど、まあこれは生理的な問題だから、楽に死にたいと思ったら本当はまあお医者さんに頼りたいところだ。なんとか楽な、なんか注射打ってもらってね、楽に死なしてくださいって言いたいところ。ところが今のお医者さんそれぐるみは
そうじゃない、苦しみは感じもしれない。そのつもりだからね、これはお医者さんには頼れない。それで今度は神信心、あるいはぽっくりでなっちゃう。そういうことになっちゃうのね。これもね、勘違いもおびただしいわ。それで、いや、儲かるのは今度はぽっくり寺の和尚だとかね、そういうことになっちゃう。まあ、そういうね、それだけじゃないんだ。我々宗教って言って、あるいは座禅座禅、あるいは念仏念仏って言って、行ってきている人がうっかりすると、その自分の死ぬっていうことをポンとね、落語にもずっこけっていう落語があるけどね、ずっこけちゃってポンと怒ってる時があるね。佐々木老師にね、それこそ長年ついてきた人で、もう癌になった、胃癌になって大苦しみしてる時にね、私は佐々木老師に何十年ってね、ついて座禅して接心もしてきてるのに、なんでこんなに苦しいんだろうっつってね、もう一段こう輪かけて苦しんだっちゅう。いや、佐々木老師はね、座禅しても何にもなーってしょっちゅう言ってたんだそして そればっかりじゃない、この何にもなーってことがわからないよさ、本当に何もならない。そこまで言っててもね、それでもスポンと自分の知ることが起こってる。いや、そういうことをね、私本当にね、考えてですね、これ私自身もね、なんだ人生だなんだ宗教だって言って、残念だって言ってきて、そしてまた死ぬっていうのをスポンと落っことしてるようなことになっちゃ困るから、それでこの本当に自分がこれこそ仏教の教えっていうね、それだけのこの極意の極意の文句だけは拾い出しておきたいっていうんで、まとめたのがこの今の、天鼓並びに中の文なんですね。ところでね、早い話がね、この今の庄司法華師匠の天鼓並びに中のね、一庄司っていうところ、天鼓並びに中の文の一庄司っていうところ見てください。庄司は名字のみあって実なし、世界の法の中には実に庄司あれども、実相の法の中には庄司あることなし。これは第一ドローン巻八の言葉です。それからこの第一ドローンのもっと天候になる言葉はこれだ。如来は如実に三害の相を知見するに、庄司のもしは体、もしは質あることなし、また財政および滅度のものなし、実にあらず、子にあらず、女にあらず、意にあらず、三害の三害を見るがごとくならず。これが法華経如来寿量。